はい、今日のお話は 何しましょうかね。はい、ね、あの相変わらず僕の趣味のボクシング。あ、うん、ボクシングだよね。最近はね、本当あの以前はね、本当地上波のテレビ中継しかなかったんですけど、うん、今いろんなのがほら、はい、ペイパービューみたいな感じでダゾーンだとか、うん、あの PC でね見られるようになったじゃないですか、うん、お金払えれば、うん、そうするとこう世界のボクシングが、そうだね、まあ、お金さえ払えば見られるっていうんで、僕もついついこういろんなとこ契約しちゃってるんですけどうわ大変じゃん、ええ、うん、でそ、まあ、その中でね、あのザゾーンって結構有名ですよね、うん、すよ、あの野球とかサッカーもやってますけど、うん、ザゾーンであのボクシング中継があるんですが、先日ね、うん、あの女子のボクシング、プロボクシングの女子のプロボクシングがあるんですよ、女子のボクシングみたいな。なかなかアマチュアね、オリンピックで入江聖奈さんが金メダルを取って話題になりましたけども、あれもすごいなと思って、うん、プロのね女子ボクシングがアメリカのニューヨーク、あのマジソンスクエアガーデンっていう、はいはい、すごく有名なスタジアムがあるんですけど、はい、そこで行われまして、うん、やっぱしそうよね、あの今はね本当女性の時代なんですけど、ただ、まあ、女子のボクシングって、ね、やっぱりちょっと色物的な目で見られるところもあって、もう今までの女子ボクサーの方はねすごい苦労してきたと思うんですが、そこでね、あのマジソンスクエアガーデンっていう伝統のあるあの競技場で、あの女子がメインカードを張るっていうのはもう史上初めて、うん、でどうだよ、ね、あのファイトマネーが、うん、あの100万ドル、1人100万ドル1億オーバーですよね、今だったら1億3000万円とか、すごいね、それも初めてなんですよ。初めてなんだね、うん、そうなんですよ、1億円以上もらうやったね。でそれであの1人はあのもう今まで無敗の、おボクシングっていうのは4つの団体があって、うん、各々あの世界タイトルがあるんですけど、うん、その4つの団体を統一してる最強のライト級の女子、うん、あのアイルランド出身のケイティ・テイラーっていう選手と、あとボクシングによって階級分かれてるじゃないですか、はいはいはい、軽いクラスと重いクラスと、それでたくさん階級があるんですけど、その中で7階級でチャンピオンになってるアマンダ・セラノっていうプエルトリコの女子選手と、プエルトリコ、まあ、2人、この2人はもう女子ボクシング界で最強じゃないかって言われてる2人がついに激突するっていう最高のカードだったわけですよ。それは大変だ、これやっぱり1人100万ドルいくなっていうねファイトで、うん、ええ、でそれでマジソンスクエアガーデンにもう超満員になって、であのその視聴数もラゾーンの視聴数も170万件以上いったとかいう話ですごかったみたいなんですよ、はあ、うん、でもちょっとね、価値あるよねそれだけ。 PC の画面越しでもこう背筋がこうゾクゾクっと来るようなすごい雰囲気。大変だったでしょ。いやいや、もうねこれはちょっと歴史の目撃者になれるなっていうぐらいのすごい。いや、しかもね、もうでも入場してきた時からちょっと2人の顔が違うなと思いましたね。もう集中しきってるっていうか。なるほどなるほどなるほど。目がちょっと普通の人間じゃないなっていうぐらいすごい集中力を見せてて、これはもう間違いなくいいファイトになるだろうという予感がしてたんですけど。危機迫るとかさ、なんかいろいろじゃないの、うん。いや、もう本当になんていうんですかね。ちょっと静けさのものすごい喧騒なんですよ。お客さんが大盛り上がりで。はいはいはい、はい。でもその二人だけは本当にもう平静な表情してるんですけど、もう目がね。もう澄み渡ってるっていう感じでしたね。いやー、そんなの、はい、そうなんですよ。で男子と違って女子は、男子はね、あの1ラウンド3分なんですけど、はいはい、女子は2分間なんですよ。2分、うん、2分1ラウンドで、それで男子は世界戦は12ラウンドやるんですけど、うん、あの女子は10ラウンドなんですよ。で2分で10ラウンドでちょっと短いんですけど、あ、そうか、これがでもね、もう1ラウンドから10ラウンドまでほぼほぼずっと打ち合ってるっていうすごいファイトでね、はい、信じられない。しかも終わった瞬間にどちらが勝ったか全く分かんないなっていうぐらいのすごいファイトだったんですよ、はい、やっぱり五分五分なので両方が、あのそう、あの本当に2人とも素晴らしいテクニックの持ち主で、あのダウンこそなかったんですけど、ダウン寸前のシーンがあったりとか、そこからまた巻き返してもう血まみれになって打ち合ったりみたいな感じで、すごい試合で、あの、うん、全然知らないから言っちゃうけど、ええ、あのお年は両方とも同じぐらい、いや
人は36歳と32歳かな、うん、まあ、ね、いや結構ね、あの多分プロボクシングの選手としては女子ボクサーは割と平均年齢高いんですよね。でもね、うん、割とずっと昔からやってる人はそのまま続けてるみたいな感じがあって、うん、でもすごいファイトでね、これを見られたのはちょっとね、それは歴史の目撃者になったな自分と 思いましたよ、うん、あれは全部一緒なんでしょ、その、はい、規則とかルールは一緒です。ルールルール、あの時間とあれは男子と違うけど、あれが違うだけで、はい、だからこうかかこうやってまあそうですね、パーンってやるわけ。いや女子でももうパンチがあるからもう鼻血は吹き出るわ。いや女子の試合ってやっぱり男子に比べるとどうしても筋力が劣るからなかなか倒れるようなパンチって打てないんですけど、もういつ倒れてもおかしくないなって感じのパンチがもうバチバチ入っててね、はい、いやちょっと今年見たっていうか最近見たボクシングの試合でも多分最高じゃないかなっていうぐらい、あの男子とか女子とかいう壁を抜きにしてね、内容がね、内容が本当素晴らしくて、それちょっとお伝えしたいなと思った次第なんですよ、はい、は初めて聞きましたよ私も、ええ、その観客の、ええ、普通さ、ええ、あの女性が出る場合は、うんうん、男性が多いとかさ、ね、ちょっとイケメンが出たら女ばっかりとかさ、いろいろあるじゃないですか。まあでもね、ボクシングって基本男性の方が圧倒的に多いですから、どっちも男子の試合も女子の試合も圧倒的に男性が多いですよ、やっぱり。なるほど。やっぱ女の人ってあんまり好きじゃないじゃないですか、ボクシング。うーん、まあ好きな、すごい好きな人もいますけど、割とほらね、俺も息子がボクシング、うん、やるって言ったらうちのかみさんとか僕の母親とかめっちゃ嫌な顔してましたもん、やっぱりなんでそんなのやらせるのなんて言われて、なんかさ普通に考えて痛そうなんだもん、いや痛いですよね本当普通に殴られてさ普通だって世の中普通生きてて顔面殴られるとかあんまりないですからね、ないでしょ、平気で鼻血とか出してますからね、それがだよ、それでわざわざそれ殴られに行くのかみたいなさ、まあそういう感じになりますよね、文化があるからちょっとね真剣に見れないんだけどさ、いやでもね本当、でもやっぱりそこがいいんですよね、そのこう やるかやられるかっていうそのピリピリした感じがね、うん、なるほどね。でも女子のボクシング本当すごいなと思いましたよ、うん、いっぱいいるんですかやってる人は。いやでもやっぱり男子に比べると層は全然薄いですよね。ただ今回みたいな試合があったことで多分ぐんと増える可能性がありますよね、うんうんうん、あの例えばオリンピックに出た選手とかが、うん、私もプロでやろうって考えて転向する人とか増えてくれば、うん、やっぱりワンマッチで1億円以上稼げるとなったらやろうっていう人当然増えるでしょう、はい、そこの点だけはわかるわ私いや100万ドル、いきなり殴られて終わりでしょ、うん、そうそうそう、それはでもある程度あの本当にやってる人は目指すかもね、うん、いや本当目指しますよね、うんうん、それぐらいの価値のある、うん、やっぱりあのどんなに女の人が強くなっても、ええ、男の人と女の人が対等に戦うようなことはないかな。いやそれはいやでも男子のめちゃめちゃ弱いやつだったらやられちゃいますよねいや本当、いや本当にそれぐらい強い、うん、お男子の弱いボクサーだったらあの、うん、女子の本当その辺のクラスの人だったらボコボコにされる可能性ありますよ。あ、なるほどね、うん、そういうのもありだと楽しい。まあね、でもまあさすがにガチでやるとねちょっとね、まあなんどうしてやっぱり人間はやっぱり男女差やっぱり体力ではありますもんね、うん、骨のさ、ええ、あの作りあと筋力とね、うん、残念なことに、うん、そこだけはやっぱちょっと違うかなとは思うんだよね。サラブレッドなんでね、あの馬はもう女でも男でもそんな変わんないですよ ね、 そうだよね全然、うん、他の動物だとあのメスの方がすっごい大きかったりさ ありますよねなんかあるから、うん、ね、うん、まあこの頃女性もみんなすごくこう体格良くなって、まあまあそうですよね、大きい人いっぱい出てきたけども、うん、やっぱり平均のなんかいろいろ見ると全部違うよね。まあやっぱりちょっと構造が違うんですよね、やっぱり子供を産むっていうところに、うん、あの言ってる部分もあるのかもしれないですよね、うんうんうん、まあ、ちょっと難しいかもしれないけどさ、ホルモンの割合が違う、ホルモンが、あ、筋肉のつきやすさとか全然違う。アドバイス来ましたよ。あ、そうですね、そうそう、
ただまあ、同じ幼稚園でやってれば本当に面白いですよね。女性同士の試合でも十分ね、結構ね、いや俺は女の試合なんて見ねえよとかいうボクシングファンも結構多いんですよ。おお、そう、見もしないのにそういうことをね、うんうん、最初から言った人が、うん、でもこんな素晴らしい試合があるんだっていうことをね、今日はちょっとお知らせしたくて。わかります。ボクサーはさ、ええ、その自分のどんなに技があってもそれを普通で使っちゃいけないって言うでしょ。まあ言いますよ ね。でも喧嘩になったら絶対使うでしょそのためにちょっと習いに行こうかしらみたいなまあやってる人はでも全然違いますよね、本当にね。なんかあるよ、うん、それこそそのプロに一発普通の人が殴られたらもうどこまで飛んでったん。いやもう危ないです、本当に危ない。なるよね、うん、なりますね、はい。新しい世界を知りました。また女子ボクシングっていうのもね、ちょっとね、うん、今度なんか、はい、注目してみてください。ちょっと見てみよう。はい、わかりました。はい、それじゃあまたチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。